78回ロゴマーク78回は1978年生を中心メンバーに置く未来公益を活動理念とした日本国の特定非営利活動法人である。プロボの社会起業家、ソーシャルベンチャーといった活動形態に当てはまる団体の中で世代で区別する形態をとっている。84ミズム76回などがある。十八回は 2007年10月、任意団体として発足。東京都在住、在勤の1978年生まれの経営者、経営層を中心に、真面目に日本を考えるというテーマのもと集まり、次世代に引き継ぐべき日本、社会について考え実際のアクションに起こすことを推進している。所在地は東京都渋谷区現在。 都内中心に78年生まれを中心に70名超の会員、また福岡、岩手、京都に支部が設置され、地方東京の架け橋として、地方活性化、人材活性、教育の領域において、様々なプロジェクトの立案、企画、活動している。また、会員は大手企業からベンチャー企業経営者、経営層から NPO 法人、私業家。 大学講師など多種多様で社会企業的意識、意欲が比較的高い人間で構成されている。活動はプロジェクト単位で企画、実行されている。現在では無農薬米作り、6次産業、地域活性、ノマドワーキング、レストランプロデュース、研修プログラム提供、組織活性化支援、交流会、電子書籍などのプロジェクトがある。 30代の将来の脳と食を考える一般消費者が栃木県や田市の協力農家の補助を借り一般消費者の手で残留農薬226項目で例の完全無農薬、無化学肥料の農法を活用して田んぼでの米作りに挑戦し合わせて畑での作物作りも実施また関係先の外食産業、保育園などの脳に関心のある 事業体と連携し、付帯プログラムとして、研修や食育プログラムの開発、脳の現場と食卓の現場のコミュニケーションの促進、消費者の農業への意識向上を促進。78回の田んぼを中心に、脳と食と社会の新たな関係を生み出すプロジェクトとして、年間を通じて活動。内閣府 NPO ホームページ、ありがとうございます。